はい、どうもエルザです。それでは集まれ動物の森やっていきましょうということで、4月になりましたね。新しい月ですね。さあ、そろそろイースターですよということで、第1弾アップロードクエストだね、ダウンロードクエストが始まるということで、いやー楽しみやね。お、マリリン。おー、さあ住民も増えましたね。で、そうだね、前回新しくちょっと島を開拓しないといけないからっていうのでいろいろと話してたと思うんですけど、そちらの方が変わりそうなので、というかだいぶ変わったんで、ちょっとそのあたりもね、やっていこうかなと思います。じゃあ、そうだね、入り口から見ていきましょうか。はい、それでは空港からですね、ここからちょっとどういう風に変わっていったか見ていきたいなと思います。こんな感じですね。いやー、ちょっとね、街の中が分かりやすいように道を作りました。だいぶこんな感じでね、ちゃんとね、足音も乗った瞬間変わるんで、ちょっとこの辺りいいっすよね。そう、グッドモーニング。チェケラ。君、チェケラが口癖もね。さあ、ここも住人が来る。で、ここが新しい人だね。せっかく綺麗になったんで見に行きましょうか。おマリリン。マリリンっていうから、なんか女性とは思ってたけど、トラか。はあ、マリリン、これからこの島でお世話になります。仲良くしてくれると嬉しいわ。アハン、アハンアハンか、口癖。またまた独特な感じが揃ってきたね。さあ、まあこんな感じでですね。あとはですね、博物館の位置をちょっと変えようかなと思いまして、今ここ、前ここにあったんですよ、博物館。あまりにもちょっと邪魔だったので、ここ、から移動しました。場所はちょっと後ほどね。で、こちらに行くとキャンプですね。これは、スマホの動物の森の特典ですね。まあ、この辺りこうやって植えてるんだけど、とりあえず来たバーベキュー、来た人がバーベキューできるようにみたいなイメージですね。もうちょっとずらしてみようかな。まあね、ここのキャンプ場一人用なんでね。うまそう。燻製もウィンナーだね。いいよね。じゃあ戻りましょう。で、こちらに行って、戻るとまた、洋服屋さんですね。仕立て屋さんはエイブルシスターズはここで、でここからまた上に行って進めるようになってます。結構合流ができやすいようにしてますね。でここも、花も植えてだいぶと、でここ曲がるように今角の前デザイン作っているところで、この角さえできればまたつながっていくかなというところです。結構ねポイントポイントで違うんで、大変じゃ大変だね。ちなみにマイデザインのは、これだけするのに 1,2,3,4,5,6,7,8 8種類ですね、揃えてます。で花をめちゃくちゃ植えたので、実はかなり蝶の数が増えてます。いやめっちゃ増えたんだよね。歩くとこ歩くところ蝶がいるんで、で季節が変わったんでより増えたって感じはするかな。取り放題。ちなみに白い花からは、カマキリも出るんでね。あとはここ自宅は庭を囲いで仕切った感じです。まあまだまだ発展途上やね。この金のなる木も麦ぎ取るところかなあ、ごめんね思いっきり頭当てたけど、どう思う？これもらって、はい、もちろん今取ったけどね。
あ、てことはこれまだ渡してないのか、モンシロチョウ。あで、一応広場ですね、広場に来てこれるようにっていう感じでこっちまで来てます。あ、そっか、3人話したか。さあマイルも取って、あとは道的なのはまだ未完成なところがあって、ここからあとは上にという感じですね。さて、あ、なんか点灯虫が見えたね。ほい、あれ、よし、危なかった、消えるところだったね。教託なんか使えそうかな。めっちゃ出るね、予想以上に出るな。ちょっとね、あで、ここが海岸に通れる道としてあって、でここも正面に行けるようにしてます。橋ができましたね。お、すごい卵。これはちょっと後でイベントのやつだからね。という感じかな。あとはその橋もいろいろ作ってっていうのもあって、あそこの橋ができたでしょ。で、こっちに行くと、さらに、あ、ビーバーだ。君はちょっと後で話すね。で、ここ行って、ここ行って、さらに上に上がると、移動した博物館があります。結構移動は1日ぐらい時間的にかかるんで、それはそれでちょっと大変でしたね。まあでも、ちょっとね、博物館途中から邪魔なんで場所が邪魔なんで移動させてしまいましたね。さあ、じゃあビーバー、お、ジャスティンじゃん、ジャスティンビーバーじゃん。ウェイウェイ、初めて見る顔じゃん。どう、お、俺ジャスティン、生きれる魚との出会いを求めて島から島へと旅をして、イケメン魚コレクターだ。まあでもかっこいいね、イケメンじゃん、ジャスティン君。前髪あたりがいいよ。は、今は笑うところなんだけど、君クールだ。あ、笑っていいんだね。まあ、魚集めてるって街だから、そんなに聞かないでくれよ。俺さ、釣り上手な人たちにお願いをして、状態のいい魚を困ってるんだ。腕前チェック。ちなみに今日は、フグ。大きめの魚を3回連続で来てくれた。じゃあ挑戦しよう。ああ、じゃあ大きめのやつだね。あ、マジで。じゃあちょっと、それしたいけど、まだちょっと実は紹介してないところがありまして、そちらも紹介してからしましょう。これは人にあげるようなんであれなんだけど、橋を渡って以前だったらこっちで何もなかったと思うんですよ。で、果樹園ですね、っていうのを作りました。で、果樹園もちょっとリンゴいっぱい欲しいんでとか、あの梨とかも欲しいんで、こんな感じで配置してます。まあ綺麗に収まるように、あの日の収穫しまくったんで空っぽにはなってますが、こんな感じです。で、出入りが しやすいように上と下と横と、まあもっと飾りはしたいね。さっきのところはリンゴだけ でさらに上行って結構隙間があったんで、上の方に行くと、梨の果実園があります。なのでここの梨は定期的に取っていってという感じですね。この辺りはお客さん取ってもらってもいいかなという感じです。まあ、ちゃんと椅子に座って店番もねできるようになってます。さあ、という感じでだいぶ島の感じが変わって、住民も一人増えたので、ちょっとね、いろいろと静江さんにちょっと島の再建聞いてみようかな。だいたい1日でこの辺りまで持ってこれたんだけど、あれめっちゃ気になるな。
まあ、取っておきましょう。なので静江さんに評価聞いて、また今からまあ家具増やしたりとかいろいろ挑戦してみましょうか。そしたらこれは、おイースターな壁紙、おーレシピか、ほうほうほう、いいですね。まあ、インスタイベントも今日ちょっと撮りたいね。まあ、その前にジャスティン・ビーバー君にちょっと話さないといけないんで。さあ、まず静江さんへお話を。いや、この町の評価が意外とね、町というか島だね。さあ、静江さん。はい、おはよう。ということで、島の評判教えて。一つ星。ああ、やっぱそうなんだ。人と幽霊が少ないのが魅力。まあ結構やっぱ上げるの大変だね。島に飾る活動を通して魅力ある景観。まあいろいろと飾ってくださいねっていう感じだね。やっぱこの鼻水垂らした田舎者には厳しい感じだね。ちなみに、ああバルーンか。さあ、そしたらちょっと3匹ほど魚を釣ってみましょうか。さあ3回成功しましたということで持っていきましょう。最後だけいいやつだったよね。あとね、すっごい風の音がしてて、多分風船が近くにあった。そうそう、あの風の音がすると風船が飛んでる可能性が高いんで、あれ意外と手前。ほい、お卵だ。おお、これはまた後で見ましょう。さあ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 、おいビーバーくん持ってきたよ。ウェイウェイうん、間違いない。君なんかストーカーな見えん。腕前チェック合格。いやー、すげえ動きしてたな。君の魚は何でもプレミアム価格で買い取らせてもらうよ。じゃあお願いします。高めで買ってくれるってことか。まとめて3,900。あー高いね、やっぱね、ちょっと高いか。3,900、また利用してね。それは。お、オリジナルグッズあるんだね。模型作品を作ることができる。普段は虫とかの地味な模型も作ってるやつなんだけど、まあ、うちは確か、あの子か。一回、カメレオンの子が来たことあって、多分その子のことを今言ってるんじゃないかな。そしたらちょっと模型作れそうなんで、ちょっと模型を用意しますか。模型というか模型になる魚を。はい、ということで戻ってきました。さあジャスティン、ちょっとグッズせっかくなんで作ってみましょう。さあ魚で、今回ね、あのサメを待ってるんで、サメをあげたいなと思います。じゃあサメどうぞ。へい、お前めっちゃ取るじゃん。オーダー完了。あー、郵送なんだ。郵送か、了解。よし、そしたら、こっからは切り替えてイースター島の卵集めをちょっといろいろやってみますか。ちょっと気になったんだね、どれぐらいの種類があるかっていう話なんですけど、まずこの木だね。おお、いいね。これがこっちかな、葉っぱの卵。あー、木になってるのが葉っぱなんだ。でさっきの風船は空飛ぶ卵。お、ちょっと待った、出てきたぞ。木を叩くとウッディ。おお、ウッディか、バズライトか。
さあ、これ取って、取って、取って、木を叩けば出てくるし、とか、葉っぱも鳴ってるのは鳴ってるし、あと、やけに気になったのがさ、この、穴の数がいつもより多い気がするんだよね。穴も掘ってみようかな。こっちなんかあったよね、確か。あったあったあった。お、やっぱ出たね。地面の卵。おお。比較的綺麗だね、どれもね。じゃあちょっと入れ替えて、入れ替えて、1、2、3、今4種類。あと取れるとか考えると石かな。さあどうかな。あ、やっぱ出たね。あ、しかも石って黄色なんだ。意外と出てこない。石は結構苦労しそうだな。じゃああと石が出てくるのであれば、木、石、空、地面となると、となるとだよね。あれ、まだあったかな、マイルが。あ、200個達成ね。ほいほい、ありがとう。さあ、ってことは、可能性として、釣りがあるはず。どうかな。まあ、卵が食いつくって、めっちゃ恐ろしいけどね。ほい。初の年を。いや、これは、魚系か。釣りはありそうな気がするけど、結構時間はかかりそうな感じがするね。サイズ感だけ覚えてしまえば、どうにかなりそうな気はするけど。あ、やっぱ出たね。あー、あのぐらいのサイズか。何に使おうかな。あ、違う。今のところ、これこっち持ってきて、1、2、3、4、5、6、6種類。そういえばレシピもらってたんで、レシピも見てみましょうか。お、イースターな壁紙。で、種類としては1、2、3、4、5、あ、6種類しかないんだ。はあ。じゃあ、あれだね、もうできるだけ採取しまくって作れるものは作った方がいいか。となると、イースターのイベントの時ってなんかキャラクターがいたような感じするんで、ちょっと歩きながらそのキャラクターを探しましょうかね。いや、レシピもちょっとね、風船割ってほしいよね。ああなってくるとやっぱめっちゃなるな。こんだけ整えたいの誰だ。穴穴を、これも多分、これも卵なんじゃないか。ちょっと違うね。この後、よし。おお、やっぱあのサイズ感だね、卵はね。よし、じゃあ次、あ、めっちゃ飛んでる。あれは取らせてくれ。ここめっちゃ怖いね。この辺りで落ちたら。あー、これは落ちてなくなるパターンかな。ちょっと待つかな。いやー、意外とさ、これシビアだよね。さあ、来い。来るんだ。そして橋の上で割った時にどうなるかが見たい。ほい。あ、卵普通に落ちてきたね。よし、じゃあ次、どこいるんだろうね。いると思うんだけどな。結構探すのは大変そうな気がするんだよね。
ちょっとぐるって回ってみましょう。あ、まただ。さあ、卵をゲット。こういってこういって、お、なんかいる、なんかいる、すっげえ、すっげえ見てくるやん、すっげえ見てくるじゃん。しかもなんか背中縫い、なんかあるよね、あれこれ中身誰か違う人入ってる。じゃあちょっと顔見えるようにこっち向きでお話ししましょうか。見つかっちゃったみたいね。それじゃあまずご挨拶っていうか、めっちゃ跳ねてたけどね。いや、こんにちは。新しい曲を知らせに来ましたよ。ラッキーバニーのぴょん太郎だよ。イエーイ、拍手。わー。ちなみに着ぐるみじゃないから。めっちゃ聞かれてた感じだね。ねえ、そんなことよりもうすぐイースターだからね。そう思うとなんだかウキウキしてこない？そうだね。結構卵探しは楽しいね。僕と一緒に遊んじゃおうと。今日こそりチームショット持ってきただけ、まあ、めっちゃ仕掛けてたもんね。お、何か教えてくれるの？はいはい。卵探そう。どこにある？探してみよう。お前のその動きが怖えな。わかりました。6種類の卵、あ、やっぱ6種類でよかったね。あ、外だけで OK。 あ、 ありがたいですね。見逃さないように。はい、これ、お、何くれるの？あ、レシピくインスターのベッドのレシピ。重大発表？ヒューヒュー、何かな？あ、はいはいはい、あったね、 DIY レシピね。毎日増えてくる。全種類の DIY してくれたらスペシャルのご褒美をくれるんです。あ、DIY しないといけないんだね、全種類。そうだね、楽しもうかね。4月12日まで、まあ約2週間近くという感じか。僕のことはそれまで秘密。お前ガンガン早口になると余計恐怖な感じがするな。ちなみに めっちゃ見るね。いや、モノクロの時の画力やべえな。いやー、結構ホラーやね写真怖えなー。まあ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 。そしたら、そうだね。12日まであるみたいなんで、レシピ探しながらとか、ちょっとこれのんびりしよっかな。あとはそのついでに、島の発展もさせつつという感じで、結構イースターのレシピで、どうにかできそうな気もするしね。いや、まあ、住民増やさないといけないっていうのもあるみたいで、8人か、まず。8人はちょっと人揃えたいなっていう感じだね。まあ大いに越したことはないんだけど、結構お金かかるからね、何かとね。さあ、こいつを釣って確認してからにしようかな。あー、卵ではないか。おい、イエローパーチ。はい、ということで、途中から性別転換してますがね、そこは気にせずやっていきましょう。まあちょっと秋なんで、秋も楽しみつつ、なんかね、もうちょっとしたら紅葉になるんじゃないかなという期待もしてたんだけど、あんまりその気配がなかったんでね、ちょっと残念ではあるんだけど、まあ、そのあたりもちょっと日を追いながら楽しみたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。の前に、待て！よし。はい。結構ね、なんかこのまましてたのどんどんいろいろ来そうなんで、終わりたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。